はいどうもこんにちは、リュウボンです。陶器伝極み初心者道場、今回もやっていきます。今回は御霊のね、御霊スタイルの湯の御霊スタイルについて、説明していきます。はい、今回ね、一応もうね、今回のために、スキルをねちょっといろいろ調べて組んでみて、でね、ちょっとやってる最中思ったんだけどね、湯の御霊に関してはね、本当にもうこれだけやっとけば、あと、なんだろう、もう好きなようにっていう感じになってきて、本当にどうやっていくかみたいなね、感じだったので、あとでその辺についてはね、後でね、説明していきます。はい。というわけでね、違う。はい。で、まずね、玉振りの説明から、やっていきましょう。まず、四角だね。武人の砦という、玉振りですね。これは、使用したその瞬間から、一定時間エリア内にいる味方の気力を回復すると。で、この、これよくさ、ナギを、任務に連れていくとね、なんか、敵がね、玉はみになった瞬間とか、ダウンした時に、気力をね、この無人の砦をね、パーンってやってくれる、なんか気づいた人いるかな？それ。うん、あるんだけど、そういう風にね、やっぱここぞって時とかに、使うものなんだけど、一応この持続ね、持続一定時間っていうのが、20秒ね。で、クールタイムが1分ね。という形ですね。で、これはね、そうだな、俺の中ではこのね、デフォルトはね、8回、あれ7回ってなってんね。なんだよ？これ人によって違うとかあんのかな？俺の中で、なんか、関係ないよね、絶対。あ、8回。あ、人によって違うの？何それ、よくわかんないけどね。うん。いや、俺8回だと思うんだけど、デフォルトでね。で、8回だとね、俺の中ではすげえ少ないような気がするんだよね。うん。だからね、なんだろう、俺の中では使えるようになったらもうすぐに使うってやってもいいぐらいな感じなんだけど、一応使いどころとしてはね、やっぱりこう、敵がダウンしてる時に、まあ、一応ね、可能であれば、画面の左上に味方のね、気力がわかるので、まあ、何人かね、そこで気力がなんか、少なくなってるようであれば、使ってあげたりとか、そういう感じだな。はい。で、次が、ごめんなさい。こうか。はい。で、次はね、女神の社っていうもので、これはね、これを使った、その場所に、なんか、陣みたいなのがね、ピシってこう丸い円が引かれて、で、その中にいる、味方の体力を徐々に回復すると。いうやつだな。で、その円は、まあ、結構広いんだけどね。でもやっぱり一番いいのはね、この、みんなダメージ受けてる時に、その、戦ってる鬼のど真ん中に置くと。すると、鬼に攻撃しながら、体力が回復していくというようなね、ことができるので。で、これ上手い人はね、なかなかね、引くタイミングがね、上手いんだよね、本当に。うん。なので、これはね、結構、湯はね、基本的にさっきも言ったけど、気力ゲージを見たりとか、味方のね、体力ゲージ見たりとか、そういうところに関わってくるので、結構ね、全体を見る、なんか、見るのに慣れておいた方がいいと思う。うん。まあ、これ別にマルチだけね、やってなくても、普通の任務で、味方をね、同行者 NPC 連れて行くときに、まあ、チラって見るね、癖をつけるとか、そういうところで練習できるのでね。はい。で、次は、これ、落ち水って読みます。変弱水って俺最初読んでたけどね。で、落ち水っていうのはもう、こう書いてあるんだけど、体力、気力、状態異常、戦闘不能、すべてを回復。だから、もう、最後の砦みたいな感じだよ。すげえんだよ、これ。落ち水は、例えば二人死んだ時とか、あと、まあ、このね、玉振り、二回しか使えないけどね、デフォルトだと。この二回だけど、まあ、任務のね、終わりの方だしって時に、もう回復させに行くのが大変な時とか、
もうやっちゃえみたいな時にパーンって使っちゃうみたいなことも可能。うん。そういう使い方だね。まあ、とにかく一番の使いどころとしては、複数人数が力尽きた時に使ってあげると、もう全回復するのでね。うん。そういう使いどころかな。はい。っていう感じなんだよね。で、そうだな。スキルの話に。一応ね、まあ、気力、体力。ほんで、これが、もう完全回復みたいな感じ。っていうところで、とにかく回復するとね。その湯の御霊っていう湯っていう名前の通りね。そういう、スキルになってます。そういう御霊だな。はい。でね、本当に使う御霊の説明としては、御霊の玉振りの説明としては本当に以上なのね。で、この湯の御霊の何が、こう、ポイントかっていうと、スキルによる強化によって、ガラッと変わるので、そこをちょっとね、触れていきましょう。で、今回、俺が組んだものは、杉田玄白、清少納言、時は午前っていうね、この3人でちょっとやってみたんだけど、ちょっとし、この杉田玄白っていうのは、ものすごい優秀な玉振りを持っている、玉振りじゃないな、スキルを持っているね、御霊なので、これは、必須と思ってもいいかもしれない。うん。こいつ一人だけで、こいつ一人いればもう OK ぐらいの、ね、ちょっと言い過ぎだけどね。そのぐらいの、性能なので、こいつは絶対やっていきましょう。で、なんでかっていうと、まずね、レベル極みまで、御霊を強化することによってゲットできるおまけスキルが、落ち水増加プラス2っていうとんでもないスキルをこいつ持ってんだ。で、俺今ね、落ち水2回でしょ？使えるの。これが4回も使えるようになると。もうその時点ですごいんだけど。はい。で、これだけで使う価値があると。で、さらに、女神の社強化広域。で、これは、さっき俺が説明した、女神の社っていう円のね、円形の陣を地面に引いて、で、その中にいる人を回復するっていうものだけど、これが、そのエリアにいる人全体に、もう円とか関係なく、全員に行き渡るっていう、性能に変わると。で、これも、できればこれ、つけてほしい。うん。つけてほしいっておかしいね。うん、つけた方がいいかな。ただ、さっき言ったように、女神の社を置くのが上手い人とかは、別にこれつけなくてもいいかもしれない。うん。これはね、なんだろう、2匹討伐とかそういう時に、離れた人を回復する時とかにも役に立つけどね。うん。で、これが武人の砦強化増幅。で、武人の砦の効果量が、増幅するということで、要は気力、武神の砦だね。要は、気力回復量が上がるっていうことなんだよね。で、気力回復量が上がるっていうのは非常に重要で、これつけるだけで、まあ、イダテンとは言わないけど、かなりね、気力回復量が早まって、味方全体すごい助かるので、これはぜひつけていきたい。で、俺さっき言ったように、武神の砦って、俺はね、よく使うものだと思ってるので、プラス3してみました。ちなみに、これ以外にも、本当にすげえんだよ、この人。治癒増加のプラス3とかね。これ治癒増加、まあ、治癒のね、使用回数が3回増加ってやつなんだけど、治癒増加系で一番強いやつだね。1、2、3ってあるんだけど、4はないからね。はい。で、これが治癒強化周囲なんだけど、自分がね、治癒を使用した時に近くにいる、味方も一緒にね、回復してあげるってものなんだけど、俺はこれね、そうだな。俺はそんなに使わないかな。一番これの使いどころとしては、怪我してるところに行って、治癒を使ってあげるっていうやり方よりも、味方がダウンしてしまって、その人を玉振りの構えで復活させるでしょ。で、起き上がった瞬間に治癒使ってあげると。すると、まあその人はね、起き上がって自分で回復する必要もないので。うん、で、さらに自分も治癒増加プラス3持ってれば、自分のね、治癒もそんなにもったいなくないので。うん。でもこんなもんかな。うん。この辺で迷ったかな。治癒増加とか、治癒強化、周囲っていうね、さらに優秀なスキルを持っているのがこの杉田玄白ということだな。で、で、今回ね、実は湯の御霊に説明することってすごい少なくなってしまってるので、ちょっとね、スキルの細かい話まで言ってます。はい。で、清少納言、
なんだけど、俺がこれ入れたものとして、理由としてはね、まあ、陣愛は正直おまけだと思ってます。で、これだね、治癒の効果量は上昇。これをつけることによって、ものすごい回復量が上がると。これ確か棒の時にも説明した気がするな。で、治癒増加のプラス2を持ってるので、これやってます。で、ポイント、俺がね、最大のポイントとしてはここ。湯特化激励っていうのがあって、戦闘スタイルが湯の時に味方に攻撃を当てると味方の記録が回復すると。これね、すげえんだよ。すごいんだよ。俺なぎなた持ってるでしょ？なぎなたって攻撃範囲広いじゃない。で、鬼がダウンとかして、みんなが一斉にズババババってやるときに、気力を、これもちょっとね、現場の判断力がちょっと必要になってくるけど、気力が必要な人、武器のところに行ってあげて、で、その人と同じところで、両乱、ね、をしまくる。もうズバ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 切りまくる。絶対味方当たるから。すると、その人の気力がどん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 回復するんだよ。で、だからその人は、もうずーっと攻撃してられると。いうような、ね、まあ、鎖鎌とか、双剣というふうにね、上に行っちゃう人にはちょっと当たらないけど、鉄鋼とかね、まあ、同じ薙刀とかね、斬新使う太刀とかね、ああいう人にはかなり助かるね、効果なので、俺これはね、超おすすめ。別に清少納言じゃなくてもいいので、言うとか激励はね、ぜひ、最強のサポートのね、あれだと思ってるのね。で、次がね、時は午前かな。この人は、極みスキルが、無人の砦の効果量を武器ゲージ増加量は上昇と。まあ、これいいよね。ちゃんとね、この湯の御霊に、なぞらったね、スキルなので。で、これが、増幅だね。あ、これだね。そう、二つ積んでんだよ。無人の砦の効果量は上昇と。で、さらに、無人の砦短縮。で、これつけたのは、俺がね、このテストでね、この見た目でいろいろね、スキル組んで、まあ、3、4回ね、ちょっとやってみたんだけど、これがないとね、若干ね、武人の砦の回復を、ちょっとまだかなって思うことが多々あったので、これつけました。はい。で、武人の砦増加プラス2と。で、これで武人の砦が、増加2と、増加3で、プラス5追加ということで、かなりの量がね、使えるようになっていると。いうような感じで、これを、今回俺は完全にサポート役に徹した、スキルというような構成になってます。うん。で、これね、ついでに、ね、三つ揃い、U の御霊を、三つ揃いことによって、最大値が少し上昇すると。いうね。まあ、これおまけだな。うん。てな感じで、さっき最初に言ったようにね、でもね、杉田玄白の、この、女神の社強化の広域、ね。と、あと、まあ、その辺を、女神の社をなんか、強化増加3とかね。で、これも増幅とかできるんで、この辺をやると、女神の社強化広域、増幅、増加とかね。で、固めてしまえば、ぶっちゃけね、杉田玄白1人だけ置いといて、あと2人は孔とか陣とかね、自分の好きな、例えば会心をね、発生させるとか、鬼ちぎりに寄せるとかね。はたまた防御力をね、で、固めて絶対死なないようにするとかね、いう風にする組み方も全然できちゃうので、俺のおすすめとしてはもう杉田玄白。これはね、鉄板でいきたいぐらいのレベル。うん。で、俺、前はね、清少納言の方がまあ優秀かなと思ってたのね。まあ、こいつもね、すごいんだよ。まあ、このね、女神の社増加3に、広域に、増幅ってね、この3つあるんで、こいつも。あるんだけど、やっぱりね、この杉田玄白の、落ち水増加プラス2っていう極みスキル、これはね、ちょっとずるい。ずるいわ。本当に、うん。なので、やっぱりまあ、そうだな。どうせだったら、女神の社を、すごくこう、うまくやっていきたいっていう人だったら、無人の砦、まあ、そうだな。ここで、女神の社強化増幅ってやってね。で、さらに、清少納言も増幅ってやって、なんかすごい回復量にするっていうのもありかもしれない。うん。というわけでね、おすすめとしては、まあ、杉田玄白1位。2位清少納言だよ、俺。うん。っていう感じでやってみました。はい。ちなみにね、俺がね、結構最後までね、迷ったのが、この時は午前の、これ、この辺。これすごいんだよ。
炎上じゃない、炎上どうでもいいや。武神の砦強化の闘士っていうのがあって、武神の砦を降下中ね、会心が発生すると気力が回復するっていう、いわゆる闘士の効果を全員につけることができるとか、あと、武神の砦の降下中、会心が発生しやすくなるとかね。こんなのがあるんだよ。だからね、俺ここはちょっとね、どうしようどうしようって迷ったんだけど、結果ね、増幅と、もしかしたら増幅を変えちゃってもいいかもしれないね。うん。まあ、今回俺ね、NPC と一緒に行くんで、まあ、これで行っちゃうけどね。まあ、こんな風にね、悩みどころがたくさんあるところなので、すごくこう、言うの見たまはね、俺面白かった。スキル組んでて。はい。っていう感じだね。で、まあ、武器としては、まあ、見た通りね、なぎなたで行こうと思います。はい。でね、これ、もりもりちゃうわ。正直ね、わかんないよね、この祈りは。なので、まあ、死なないっていうね、言うは死んじゃいけないので、絶対に。なので、まあ、絶対にって言ったらあれだけど、ね、ガチガチとか、この辺とかやるといいんじゃないかな。うん。またね、後ほどになるけど、サポート御霊っていうね、俺が、ヤマト魂だ。ヤマト魂っていうのは、あれ、一回ね、体力がまあ、一定以上あると、多くある時に、一撃で力尽きることがないと。だからまあ、他のゲームやで申し訳ないけど、モンハンで言うところの根性ってやつだね。うん、これはいいね、うん。死なないっていうところでね。で、まあ、湯の御霊ね、なるべく死なない方が、いいので、湯の御霊死んでるとちょっとかっこ悪いので、まあ、ちょっとね、固めにやっといた方がいいかなという、しょうか。で、今回ちょっと俺鬼決めてねえな。八ちぎり行こうか。ね、嫌いだけど。嫌いなやつにどれだけ余裕で勝てるのか。というところをちょっと検証していきたいね。さあ。あ、もう行ってるね。行こう。いざ。はい。じゃあね。ちょっとね、この御霊の、玉振りの性質上、全部ね、この敵がいないところでやってもあんまり意味ないものばかりなので、全部ね、実践でやっていきましょう。で、俺がさっき言った、気力がね、左上にね、味方のが出てるって書いてあるけど、まあ、もう見ればわかるよね。早取り、なぎ、輪廻って左上の方にあるけど、上の緑色の小さいバーが体力で、黄色が、まあ、気力だね。で、これで、まあ、二人ぐらいね、ちょっと半分ぐらい気力切ってたら、武神の砦を使ってあげるっていうやり方が、いいかもしれないね。さあ、嫌いやで。行くぜ。よし。こいつはあれだよ。吹っ飛ばしこないんだよね。さあ、ちょっと待ってね。怖いんだよね。こいつ普通に。まだ、あれ、リンリがかなり気力を失ってるね。ただ、今だっていうタイミングとしては、やっぱりね、マガツキとかね、玉はみの時なので、今のところはまあやんなくてもいいかな。やけに俺体力、なぎさんが使ってくれちゃったね、武神の砦。今の黄色いエフェクトが武神の砦だね。あべえ、この野郎。ちなみに記録がね、回復してるかどうかっていうのはね、非常に分かりにくいので、ちょっと俺がね、動画で自分で気づいたら、ちょっとその部分切り取ってね、ここはこうなってますね、みたいなことをちょっと言おうかなと思って。そのためにはね、しまった。そのためにはみんなと一緒に戦わないといけないんだよね。難しい。おお、来る。痛い。痛くない。さあ。ちょっとね、早取りが、難しいね、ほら、気力回復したでしょみたいなね。わかるかな？わかんないよね。はい、今ちょっと自分がやばかったんで使ったけど、これが女神の社の攻撃ね。全員に今左上のねゲージ見てもらうと分かる通り、味方の体力の色がいつもよりちょっと明るい緑になってる。あれが全員に効果中ですよっていうことだね。
よし、で今のが消えたと。非常にあの短い時間だけど、まあ攻撃をね使ってると、まあどこにいてもね変わらずに回復できるので、武神の砦を使いたいんだが、その前に、その前にっていうか武神の砦はやはりね玉はみがいいと思うので、はい、よし来たぞ。こういう時に味方の近くでやってみようか。ほら回復してるの分かる、ナギさんの記録がビクンビクンって。ほらこれ俺がね切ってるからな、ナギさんを。だから今みたいにピク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 回復したの。ああよかった、難しいと思ってたやつが1個表現できて、よし。まああとは痛い痛い痛い、まああとは本当に、あもうマガツギじゃねえか。甘い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 、お行くね、いいね。さあこういう時はリーネの近くがいいのかな。いやナギだな、まあしゃあねえな。でナギの記録がめっちゃ減ってるから使ってあげるみたいな、こんな感じだな、うん。ちなみにねメンバーに湯が2人いるってのはもうほぼありえないので、マルチやっててもね、例えば他の人がね湯使ってたら、まあ自分はね別の御霊使ったりとかした方がいい。なんでかっていうと討伐時間が長くなんで、やっぱり湯の御霊って時点で攻撃特化ではない、攻撃のね特化ではないから、うん。でそうそう今ね極みがね、うし、ああもう最悪やね今の、今みたいなね鬼が後ろ向いてる時に極み鬼ちぎり極みを発動しちゃダメよ。今みたいにね 1,2 箇所しか当たらない時があるか、甘い、あぶねー。あまあどこも痛いね。さああと次は俺の、治癒のね力をちょっと見てもらいたいので、痛いねー。ナギさんがね回復しなければ、あしてくれるねナギさん。要は俺がピンチになった時に治癒のね回復量をねちょっと見てほしかったんで、治癒増幅っていうのをつけてるからさ。でねNPC はねこの程度の相手だと死なないから、あいいね、こういう時に武神の砦使っちまおう。いいね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 、おいいねいいねいいね、みんなでめっちゃあれ再生するつもりだと、お前俺だってシュイ。あこれ今見てこのね地面に引いてあるでしょ、でこれが、通常の女神の社、おそらくねリンネが置いたものだと。リンネは都のスタイルで何が出るかわからないみたいなね、玉振りの何かが出るよっていう、ね、スキルを持って玉振り持ってるので、おそらくそれでやったんだと。ナギは広域だから、広域持ちだから、ね陣のタイプのね女神の社はね逆に持って、あ見て見て治癒、はいドン、おひどいからこの攻撃力。ちなみに俺自分で自分を攻撃できないけど、今俺ね防御力ダウンの状態以上なんだけど、こういう味方がいたら切ってあげてください、こうやってオラっつってね、今のは偶然よ。ちなみに今ナギは俺を治してくれた。で切ってあげると治るんで、うん、でこういうねちょっと攻撃力が高いというかバシバシ当ててくる敵には結構防御力ダウンってでかいんで、うん、ぜひねやってあげてください。とにかく U の存在意義といったらサポートなんで基本的には、うん、なのでまあそれを忘れずにねやるかな。まあサポートはね、俺はサポートじゃなくて自分で戦いたいんだっていう人にはちょっと向いてないカムフリかもしれないね、まあ、性格だよね。で俺は結構ね自分で行くのも好きだしサポートするのもすごい好きなので、俺役に立ってる税感がたまんないんだよ、みんなの助けになってる税感が、ね、よし。なのでまあそこはね性格だね、個人個人の性格で、
やっていきましょう。あ、やべ、あ、怖いね、これすごい怖いね。うじょあとちょっとでおにぎりたまるんだけど、牙を折りたい。よし、オッケーオッケーオッケー、いいいいいい、マジか。こうやってね、あのちゃんと味方を回復してあげ、折れろ牙、よし今いいね。あ、違った、雷、くっそ、助けて。ちなみに武人の砦を発動したら全員 あのそこにいるね、全員の状態異常を治るっていうスキルもあるので、そういう時にあの今のね、今みたいに複数の人数が状態異常になった時はかなり効果的。あ、今落ち水使う、ほら、ね、全員の気絶が治ったでしょ。さらにまあ全回復だけど、気力もね、すべて。うん。こういう時に使ってあげてもいいね。まあ、落ち水はね、本当にあの、今回ね、おそらく NPC 死なないんで、あの、まあ、使いどころはちょっと難しいっていうのは正直あるけどね。あ、やばい。これはこっち来るね。よし。OK!OK!、OK OK、尻尾に当たんなかったね。遠すぎた。まあそんなことも、よし、素晴らしい。さすが NPC、 俺の言うことをよく聞いてくれる。普段と言ってること違くないって感じだよね。おー、これ痛い。でもあの本当に八切りはね、あの強い鬼なので、本当にね、うん、あの俺牙ね、あ、牙がね、あの、はい、回復、はい、ほぼ全回復、チートだよね、この回復量。アホだわ。なんだこれ。あ、もう絶対死なないって思っても言っても過言ではない。この回復力。痛くない。全然痛くない。で、治癒がね、あの、尽きたら、女神の矢代を使っちゃえばいいんだから。自分のために。強いんだよ。あ、そう。で、今俺、空中上がってやっちゃったけど、あの、ダメね、これは。あの、これをやるんだったら、もう、あの空中でね、戦う武器を選ぶんだったら、さっきのね、武神の砦じゃねえや、U のね、U 特化の、激励っていうのはつけなくていい。あれをつけるのは味方に攻撃を当てても、当てて回復するからっていうこと。イェーイ、バーガー。どれだけその攻撃に流されたか。左側が安全っぽいな、こいつ。今なんで当たんなかったの。よし。んー、ようわからんな。あ、まあ、やばいよ。まあ、でもこんな感じだよ。回復、ドン。ゾンビだから。絶対死なねえ。で、まあ、もちろんね、連続で当たったりとか、今のをね、気絶してしまった時に、気絶してしまったところに、食らったりとかしてしまうとね、まあ、どうしても、それは、まずい。まあ、今みたいにミスをしなければ。よし。あ、すごい。うん。まあ、とにかく一番気をつけるのは死なないことっていうのと、あと自分もね、死ぬ、うっそーん、死ぬ心配はないよっていうところなので、そうだな、防の御霊はそもそも、防御力を高くすると。で、世の御霊は回復量が半端ない。回復手段がね、とにかく多いので、多いつでも2つだけどね、うん、なのでまあ痛いな、痛くない。甘いわ、狛犬が、狛犬風情が誰に逆らっとんだよ。うん、やっぱりでもあれだな、無人の砦はちょっと効果つけた方がいいかもしれないね。会心か、会心がいいかもしれないな。で、まあ、あ、違った。おう、俺ら見たか、これ。で、一応ね、本当に余裕があってあるときは、鬼がダウンしたときに、誰が、誰が一番記録が減ってるかっていうのを、チラって見てね、ダウンした瞬間に。うん。で、その人のとこに、その人と一緒に切るっていう、両乱じゃなくてもいいんで、こんなの両乱はほら、なぎなた限定の話なんでね。そうじゃなくて、
本当にもう一緒に切るだけでね、全部、全部、大体、うわ、ぶね。あ、2も倒す。はい。一緒に切るだけでね、その人助かるので、太刀でもね。まあ、弓とか銃になると、この、なんだろう。これだね。激励。これこれ。言うとか激励をつける場合は、銃とかね、弓の人は、まあ、つけない方がいいと思う。これは、やっぱ近くで連続してバシバシ当てられるからこそつけるわけであってね。そんなね、味方に向かってペシ、ペシ、ペシって、やる、それほどは回復しないんだよね。はい。で、戦闘時間は13分と、まあ、2、3分遅い感じだね。いつもの俺の討伐よりも。うん。てな感じで。じゃあちょっと本部の方戻っていきましょうか。はい、戻ってきました。今回ね、やっぱりポイントとしては、基本的には、まあ、この、女神の社を、味方がね、ちょっと全体的に体力低かったら、これを使って、体力回復させるとか。ね。あとは、まあ、なんだっけ？あ、武神の砦ね。に、まあ、武神の砦を、まあ、元を使ってあげるとかね。今回俺あんまりね、ちょっと説明しながらで、あんま頭回らなかったけど、実際はもっとね、使ってあげて OK。使えるようになったらもう使うみたいな感じね。うん。ただ、そのやり方は、一匹の鬼とか、二匹の鬼を討伐するときには有効な手段、有効というかやってもいいと思うけど、周水のところで受ける無限討伐とか特殊調査っていうのは、鬼の数が多いので、弾振り切れちゃうんだよ。そんなことやってると。なので、それだけは、そういう時だけは、使うポイントをちゃんと絞ってね、玉はみになった時とか、まあ、マガツギになった時、あとダウンしてる時とかね、罠にはまってる時とか、ちゃんと、シーンを、自分でね、しっかりこう、絞って、あ、よし、これになった、これ使おう、みたいな風に決めておけば、すぐパッて動けるので、そういう風にやってみるといいかもしれない。うん。かなり、違うでしょ？他のスタイルと違って、こう、技とか、必殺技みたいな感じが全くしない、全然別ゲーになってくるので、これはこれでね、面白いんだよ。全体を見ながらやらないといけないんでね。うん。で、逆に言うと、やっぱりこう、湯の御霊っていう時点で、まあ、ちょっと突拍子もない言い方をしてしまうと、戦力としてはもう、湯の人にはあまり期待がないのよ。もう。うん。なんでかっていうと、まあ単純に強力なね、鬼を攻撃する強力な、弾振りなんてないし、で、この湯の御霊に、例えば女神の社を強化、攻撃とかね、こういうのつけてるでしょ、スキル。こういうスキルをここの枠に使ってる時点で、やっぱり、他のね、攻撃に特化してるような御霊構成の人と比べて、やっぱ落ちるのよ。なので、無理に、攻撃をしに行かない。無理にごめんなさい。マルチの話ね。で、マルチでね。で、無理に攻撃しに行って、湯の御霊の人が死んじゃったら、元も子もないので、とにかく、まあ、少しね、まあ、もちろん攻撃はしていくべきなんだけど、こう全体を見ながら、自分の体力もね、ちゃんと気をつけつつ、無理にはしないというやり方でやっていけば、まあ大体なんとかなるという感じなのでね。はい。というわけでね、今回は湯の御霊の説明でした。うん。まあ、ただね、湯の御霊は、いろいろ言ったけど、いろいろ言ったのはね、ほとんどね、スキルとかマルチのことについてでしょ？ね、だから湯の御霊自体は、すごい単純な、簡単な御霊なので、御霊スタイル？うん。なので、簡単なんですよ。うん。で、スキルのことを話すとね、さっきみたいに。すると、複雑になるのは、それはどの御霊も同じなので、ちょっとね、今回もし複雑に聞こえてしまった人がいたらね、まあ、そんな構えないでね、ぜひね、簡単なので、使ってみてください。ここではね、増幅、だから増幅じゃなくて、やっぱりね、闘志、記録が回復。これだな。俺、これがいいと思う。本当なら、闘志と一戦両方つけたいところだけどね。短縮。
無心の砦増加。これ。これ。この並び。これすげえな。ま、こんな感じでね、ぜひね、いろいろ試してやってみてください。はい。で、次回は何になるんだろうな。お、魂か。来たね。じゃあ弓だね。ということでね、すごい久しぶりだけど、ちょっとやっていこうと思います。それでは、今回はこれでおしまいになります。最後までご視聴ありがとうございました。またな。